俺に何か用か？坂本龍馬っちゅうがはおまんか？お前は土佐勤王党岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武市先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭を言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたら伊蔵、おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか？誰もおまんのことを同志と認めちょらんがぜよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。筆頭言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったね伊蔵、江戸帰りがなんぼれもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。伊蔵とか言ったな。お前は確かに強い。だが人が切りたくて勤王党にいるんだったら今すぐ抜けるんだな。武市の兄弟が作った勤王党はそういう組織じゃねえ。党内の仲間にきちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になると。世話かけたな。見てたのか。ああ、1年前より確実に強くなってるな。お前たくどうなってんだ。あの連中は勤王党の名が泣くぜ。あれが土佐坊主の現実なんだよ。現実？坊主という身分が理由でろくな教育も受けられない。
まともな仕事にもありつけない。そんな彼らにとって金の塔は唯一の希望であり誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺を厄介だってわけか。許してやってくれ。彼らにも彼らなりの志がある。だから俺は連中を金の塔に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな。未来か。さあそのためにもさっさと土佐の身分制度ぶっ壊して次の国づくりを考えないとな。なあ龍馬。難しい話は分かるね。だが一つだけ分かったことがある。なんだ。土佐も金の塔もそして俺もまだまだ半端もんだってことだ。よし、それじゃあおやさんのところに行こう。お前の準備はいいか。ああ、行こう。城へは俺が案内しよう。ついてきてくれ。江戸での修行はどうだった？ここと違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。それにしてもお前さらに強くなったんじゃないか？それで当てにしてるぜ。ああ、子供の頃雨の日に鏡川で泳いだの覚えてるか？お前ふんどし流されて大変なことになってたよな。懐かしいな。おっ、そういやお前とこうして歩くのも久々だな。アンペーター、どうした龍馬。城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ豪士はみんなそうだ。俺もまだ数えるくらいしか来たことはねえ。これで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、龍馬。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合子に合子。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ。おやさん、金の塔はもう高知城包囲の準備はできてます。いつ決行しますか？わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。随分急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝金の塔は500人全員を武装させて城を囲め。上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか？言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただしその前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ龍馬。お前土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああそうだが。アンペーター、筆頭に任命したのはお前か？そうです。何か問題でも？
この計画が成功し、老人たちが消えた後、金の塔は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは、坂本龍馬という人間は金の塔の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。何を言い出す気ですか、おやさん。前から俺と龍馬とおやさん、その三人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんなら、いつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ、龍馬。おやさん、どういうつもりなんですか。二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ。吉田様を。おのれ、切れ、この者を切り捨て。
何があった？あいつだ。あいつがここにいる連中を皆殺しに。貴様、うん、気をつけろ龍馬。そいつは土佐の人間じゃねえ。見たこともねえ剣を。
それとしたことが。そんなことより怪我は？骨はやられてるが、とりあえず大丈夫だ。それより、おやつさんはどうなんだ？いや、もう。兄弟、一体何が起こったんだ？あの覆面の男は誰なんだ？わからねえ。なんでこんなことになったのか。俺らの計画がバレていたってことか。その可能性は高い。あの刺客を送り込んだのは、俺らの計画を知った藩の老人連中の誰かだろう。だが、おやさんが殺された今、それが誰なのかは特定できない。あの覆面の男を捕らえればわかるか。多分な。だが、兄弟、俺はあの覆面の男を追う。何言ってるんだ。おそらくあの男はすぐに土佐を抜ける。それを追いかけてお前が藩を抜けたりしたら、お前が東洋のおやつさんを殺した犯人ってことにされかねない。どちらにしてもこのままだと俺は犯人にされる。城の連中は俺がおやつさんを殺したと思い込んでいるからな。どの道追われる身だってことだ。龍馬、龍馬、とにかく城を出よう。早いとこ城下からも抜けねえと追っ手に捕まる。兄弟、龍馬、あれが、俺はここまでみたいだ。あと少し山を下ればあわだ。追っても藩の外までは追ってこない。お前一人で行け。俺はここに残って役人に事情を説明する。おやつさんを殺したのは俺たちじゃないとな。無駄だ。そんな話が通用する相手じゃねえだろ。そうだろうな。だが俺は、お前が生き残れるならそれでいい。兄弟、東洋のおやつさんは死んだが、銀の塔は死んじゃいねえ。土佐を変えるには、俺かお前、どちらかが生き残って金の塔を引いていくしかねえんだ。だから龍馬、お前は逃げ延びて金の塔を。龍馬、そういうことなら答えは一つだ。あんたは土佐に必要だ。こんなところで死んじゃならねえ。龍馬、お前、藩の連中は俺一人を追ってる。あんたがあの場にいたことは誰にも知られていない。兄弟も金の塔もおやつさんの死とは無関係ってことだ。何言ってるんだ。土佐を、おやつさんの意志を、あんたに託した。追っ手が来たようだな。龍馬、おい龍馬、
俺どうする気だ。おい、龍馬。我が三世吉田東洋様を殺した男やが、神妙にせい。世の人は我を何とも言わば言え、我がなすことは我のみぞ知る。うん、天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後に及んで貴様。だがあんたらにそれを信じてもらおうとも思わない。だから、うん、だから俺は土佐を抜ける。どんな汚名を着ようと生きて絶対に犯人を突き止める。何よ。父さん兄弟たちよ、また会いたじゃ。